ケルン大聖堂、ケルン大聖堂、ケルン大聖堂、ドク、クルナードムは、ドイツのケルンにある、ゴシック様式の大聖堂。正式名称は、ザンクト・ペーター・ウント・マリア大聖堂、ドム・ストリート・ピーター・ウント・マリア、セイペトロとマリア大聖堂の位。ゴシック様式の建築物としては、世界最大であり、ローマ・カトリック教会のミサが行われている。大聖堂の維持管理は主に、 ケルン大聖堂中央建築協会が担っている。現存の大聖堂は三代目で、初代が完成したのは四世紀のことであった。正方形の建物で、最も古い聖堂として知られていた。二代目は八百十八年に完成し、十二世紀後半に東方山博士の聖遺物が置かれたことで、多くの巡礼者を集めて、ケルンの発展に貢献したが、 1248年4月30日に火災で消失した。その年の8月15日に礎石が据えられて3代目の建設が始まったが、16世紀に入って宗教改革を発端とした財政難のため工事が途絶し、正面のファサードの塔が一つしかない状態が続いた。建設が再開されるのは19世紀に入ってからだった。ナポレオン戦争の影響により、 ドイツでナショナリズムが高揚する中、中世ドイツに自民族の伝統を探し求める動きが強まった。建築ではゴシックリバイバルの潮流が強まり、建設途中であったケルン大聖堂に注目が集まったため、1842年に建設が再開され、もう一つの塔の完成が急がれた。すべてが完成したのは建設開始から600年。 以上が経過した1880年のことである。同年8月14日には、ドイツ皇帝ビィルヘルム一水臨席の下、国家行事として、完成祝賀式典が催された。高さ157メートルの大聖堂は、アメリカのワシントン記念塔、高さ169メートルが完成する1884年まで、建築物しては、世界一の高さを誇った。 皇帝の金と称される金が南東に取り付けられたが第一次世界大戦の際に摂取され溶かして武器の生産に充てられてしまった。大聖堂は第二次世界大戦時のケルン氏に対する英米軍の空襲で14発の直撃弾を受けた。内部は激しく破壊されたものの全体は崩れなかったため、1956年まで復旧工事が行われ、 元の状態に復元された。この際に周囲の廃墟から再利用した粗悪なレンガで復旧された部分が残っていたが、1990年代に廃虚空襲前の外観に戻す作業が始まっている。また、修復の一環として破損したステンドグラスの一部がゲルハルトリヒターによる近代的なモザイク風の市末模様のものに置き換えられたが、これについては未だに、 三否両論がある。1996年、ユネスコの世界遺産、文化遺産に登録されたものの、周辺の高層建築物計画による景観破壊の危機にさらされた。2004年には危機遺産に指定されたが、大聖堂の周囲に高さ規制を敷くなど市当局の懸命な努力により2006年をもって解除された。2005年8月18日には、 ローマ教皇ベネディクト16世が自ら大聖堂を訪問している。2015年12月31日には大聖堂前広場でアラブ人、北、アフリカ人によってケルン大晦日集団性暴行事件が引き起こされた。ケルン大聖堂の維持管理費用は年間約1000万ユーロにも達する莫大なものである。この維持管理費用の約60%を ケルン大聖堂中央建築協会が負担し、残りをドイツ連邦政府と地元州、協会が負担している。ケルン大聖堂中央建築協会は、ローマカトリック協会ケルン大司教区には属さない、超党派、超教派の独立組織である。大きな補修工事が発生した場合も、費用の大半はケルン大聖堂中央建築協会が負担するため、 カトリック教会の負担は大きくない。したがって、現在のケルン大聖堂は公共建築物としての性格が強い。ケルン大聖堂中央建築協会は、もともと大聖堂を建設するための広報人として1840年に、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム4世の直居を得て設立された。1842年から1880年にかけて、 ケルン大聖堂中央建築協会は大聖堂建築費用の約75%にあたる約6500万ターラー2000万金マルク現在の貨幣価値で11億ユーロ相当を負担した。プロイセン王国がラインラント地方を併合するとケルンは世俗化され、ケルン大聖堂の管理もローマカトリック教会ケルン大司教区からプロイセン王国に移行した。 ケルン大聖堂の建築再開もプロイセン王の再開によって行われており、ケルン大聖堂はプロイセンによるドイツ統一を象徴する建物に変化した。ケルン大聖堂中央建築協会に関する政令は現在のドイツにおいても有効であり、ケルン大聖堂に関するプロイセン王国の役割をドイツ連邦政府が引き継いでいる。1248年。 カロリング町のケルン大聖堂が大火で消失した後、すぐに、新大聖堂の提訴が行われた。建築構想は、それまで、アミアン、パリ、ボーベなどの大聖堂を見て回り、ゴシックの技術と造形を学んできた、ゲルハルト・フォンライル、という交渉が行った。彼が集めた各地のゴシック建築の記録は、当時、同時代のフランス人建築家ビラールド・オンルクルの、 過剰に匹敵するものと言われてきたが、現存していない。石膏出身のゲルハルトはその深い知識と観察に、基づき、アミアン大聖堂から半円形平面に放射状採出の設けられた内耳を、ブールジュやトロワの大聖堂から五老式の平面構成を、そしてサンドニの街道からトリホリウムの形状を取り入れるなど、新しい大聖堂にフランス語シックの成果を、 応用した。このように、主要な構造技術はほとんどフランスのゴシック建築に学だものである。アミアン大聖堂を藩として、機械的なまでに徹底された、正確なレイオナン芸術、建築材料の持つ物質性を取り去り、より上品で優雅な超越的な空間の様式を持つ芸術を追求した。ところが大聖堂の工事は、 父として進まず、内人が完成するのは14世紀に入り、1322年のことであった。他の大聖堂と異なり、この工事においては、当初の計画がほぼ継続されており、それゆえ、ゲルハルトの建築館がそのまま実現されることになる。しかし、西側ファサードの塔が完成するのは、前の建築物が消失してから600年ほども、経過した19世紀。 ゴシックリバイバルの時代になってからであった。ケルン大聖堂は平面や様式などの点においてアミアン大聖堂を模範として作られており、それは中央の振動の縦と横の長さの割合が近似的であることなどからも見て取ることができる。また平面的にはゴシック建築によくある振動と横廊が交差した十字架の形をしており、脇には二つの通路が作られ、東欧には 回廊が作られている。通路には、シュベと呼ばれる七つのチャペルが放射状に突き出している。立面的には、ウルム大聖堂やステファン大聖堂などのように、ドイツ的な性質を持つ、大きく突き出た戦闘がそびえ立っているのがとても特徴的である。大聖堂においては、礼拝や聖火隊の聖火奉献が行われる、クワイアと呼ばれる場所が重要とされる。 中世においてクワイヤは装飾が重視されるようになり、細かい部分の機能性が失われていった。このことはフランス式の非常に高いアーケードの配置の仕方や、窓からの光で照らされる成功で上品なトリフォリウムの回廊、を、それらの窓の上部に施された上品なトレーサリー模様に見受けられる。クワイヤには豪華な調度品が多数置かれ、振動からは装飾された木で仕切られていた。 側壁の高所には、クリアストリーと呼ばれる、最高用の高窓が並び、低い部分には装飾の多いステンドグラスがはめ込まれ、その下には、トリフォリウムと呼ばれる丸いアーチの段があり、全体は高い柱心で結合されている。アーチ型屋根は4つの部分から構成されている。回廊の窓には19世紀に寄進された、無数のステンドグラスが飾られているが、 中でもバイエルンをルードーイヒ一世が奉納したバイエルンの窓と呼ばれる5枚のステンドグラスが有名である。そのうちの一つには新約聖書を記したマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4人が福音書を記した順に左窓から並ぶものなどもあり、その当時のドイツ画家の芸術性の高さを象徴している。19世紀までは聖堂への入り口に 聖クリストファーの大きな石像が置かれていた。大聖堂南側の窓には2007年8月26日からドイツの芸術家ゲルハルト・リヒターのデザインによるステンドグラスがはめ込まれている。第二次世界大戦中の爆撃で大聖堂南側の窓が破壊されるとビルヘルム・トイベンがデザインした窓が取り付けられたが窓を透過する光が眩しすぎ、 機能的に不十分だと考えられた。ケルン大聖堂中央建築協会は、総会で新たなステンドグラスのデザインを20世紀のカトリック殉教者の具象的な肖像とすることを決めた。リヒターは2001年にこの仕事を引き受けると、最初に国家社会主義の犠牲者の処刑シーンを写した写真を元にしたデザイン案二つを提案した。しかし、 すぐにリヒターはこの極めて残酷なシーンは、モチーフとして不適切で、他の歴史的なモチーフは時代にそぐわないと考えて始めた。リヒターが新たに提案したデザインは、中世の幾何学的、抽象的な模様と、彼自身が考案した幾何学的な構成とを組み合わせたものであった。新たな窓は、それぞれが9.6平方センチメートルの正方形の、 ガラス11,500枚からなり、複雑な格子模様になっている。リヒターは、ガラスの色を大聖堂に残る中世のガラスにも使われている72色限ることで、新しい窓を、境界の内装の配色に調和させようと考えた。ステンドグラスの各部分は、伝統的には、鉛の山で仕切られていたが、環境負荷を考慮して、幅 2mm 余りの黒のシリコンに置き得られている。 色の配置は、ミケ・カー・アステンスが開発したコンピューターの乱数発生プログラムによりランダムに決定された。この配置はランダムかつ最大限の無秩序を生み出すために慎重に決められている。それゆえ壮大かつ色とりどりな印象を与えるが、同時に厳格な格子模様がカラフルな混沌に高度な調和を与えている。この色配置の法則は、 リヒターが1966年から1974年にかけて制作したカラチャートに基づく初期のパネル絵に遡る。彼のデザインは特にケルンの聖職者たちの間で論争の的となった。反対派はあまりに現代的、抽象的で大聖堂には合わないとしてより具象的でストーリー性のあるデザインを要望した。しかし伝統的には 窓のステンドグラスに必ずしも具象的な描写をすべきものではなかった。実際、ケルン大聖堂には19世紀、または20世紀に制作された窓の他に、1260年から1562年にかけて制作されたステンドグラス窓が43面ある。これらは、計4100枚のガラスからなり、そのうち1500枚が具象的なモチーフを表現しているが、残りは、 程度の差こそあれ、装飾的なものであり、植物をモチーフにしたものや、抽象的で幾何学的なパンを用いたものもある。また注目すべきは、内陣の南と北の三つの最高窓で、これらの窓の頂点近くには、リヒターのデザインによく似た、小さな四角形からなる格子模様の丸窓があしらわれている。これは1300年頃に制作されたものだが、 リヒターはこの窓に気づいていなかったという。リヒターのデザインした窓について、2006年にケルン大聖堂主席司祭、ノルベルト・フェルドホフは、生命を吹き込み、活気づけ、瞑想を促進し、私たちに宗教を授業する空気を作ると述べている。ドイツ鉄道のケルン中央駅前にある、列車でケルンに近づく際に、車窓から見えるケルン大聖堂は創刊。また、 同駅での列車停車中に聖堂を青に見ると、近すぎるのと駅に屋根があるのとで、聖堂上部が見えず、聖堂下部の異様を間近にして、その巨大さを実感することができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。